や、竹中平蔵さんね、なかなか面白いこと言うじゃないですかね。まあ、国民のほとんどは間違っている。まあ、確かにそうなんですよ。ほとんどが間違っているんだけども、たまに合うわけですよね。たまに正解なんですよ。で、竹中さんが言うのは、今まで国民はほとんど間違ってきたから、今回の判断も間違っているんだよっていうふうな論法に押し込もうとしてるんですけども、いや、今回たまたま合ってるかもしれないじゃないですか。で、かくいう竹中さんもね、ちょっとね、まあ、多くの方に受け入れられないことばかりをやってるっていう意味では、まあ、全然間違ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、民主主義っていうのは多くの方がどう感じるかなってことを推察して、それに向かって発言をしていくってことの繰り返しだと思いますけども、自分にしか分からない、ほとんどの人はバカなんだよと、ほとんどは分かんないんだよと、俺が正しいんだよってことはとても民主主義ではなくて、これはね、どちらかというと支配主義といいますかね、専制的だというかね、なんかあんまりよろしくないんじゃないですかね、独裁的なんじゃないかなと思うんですよね。まあでもね、やっぱり客観的に見て竹中平蔵さんはどんな時でも勝ちまくってるわけですよ。いや、羨ましいですね、そこら辺ではね。よくもまあここまでね、汚くずるく勝ち上がっていけるもんだと思いますし、もうパソナの中抜き率もひどいですね、今回もね。で、私が今回ね、思い出したのは、その三橋貴明さんと竹中平蔵さんが以前ね、どっかの番組で共演された時に激論になったわけですよ。この野郎、あの野郎みたいな感じでね。いや、それがなかなか面白いなと思ったんで、今回ね、お見せしようと思ってこの動画にしておきましたんで、この後ね、かけますんでご覧いただければと思います。都合でですね、動画の方が出せませんので、音声だけをね、お送りする形になります。竹中平蔵さんと三橋貴明さんの、まあ、1分ぐらいの口論でございます。なかなか面白いですよ。どうぞ。わからないのが、なんでその国区の諮問会議とかに民間議員という名の一般の民間企業の経営者が入って、それで自分の会社の利益がなるような形でそういう提案とかするんですかね。そこで許されるんですか。そそれはおかしいですよ。おかしくないですよ。おかしい。だって経済財政諮問会議とかね、企業の代表として入ってるんじゃないんですよ。有識者として入ってるわけですよ。それだったら会社辞めてから入るべきじゃないですか。どうしてですか。だって経営者ってことはやっぱり企業の、自分の企業の利益考えて当然ですもん。違う。人間だから当たり前ですよ。だってね、それはね、例えばだけれども、例えばその一つの規制について決定をする場合は、そういうものについて決定に参加しないとかね、そういう一つの自己規制は必要かもしれませんよね。で、今のね、今の三橋さん言ったことはね、割といいこと言っててね、実は今の経済財政諮問会議や今の産業競争会議っていうのは、そういう利益代表ではないんだけども、露骨に利益代表ばっかり集めた審議会だらけなんですよ、政府って。で、これって明らかに利益相反で、利益相反を前提にした審議会があって、それは潰さなきゃいけないんですよ。竹中さんだって、パソナグループの取締役会長じゃないですか。だからそれで利益相反になってくるんですか。え、いや、なんでそれで、だって理念があってもしょうがないじゃないですか。それで労働規制の考えられない。いや、私はそれに対して何も参加してないんですよ。それに対して例えば派遣法について私は何も言ってないんですよ。影響力を発揮されてるじゃないですか。そういう意味で言うと、今、労働政策の話がありますが、無礼だよ、そういうのは。